皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日は博士とお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。博士、暑い中にもところどころ秋を感じられる日が増えてきましたね。そうじゃの、今年の夏は群馬も変な気候じゃったな。梅雨は寒いようじゃったが、梅雨が明けた途端に猛暑日を連発しておったしの、お盆には台風が来てコロコロ変わる天気に翻弄されてしまったの。そうですね、私が子どもの頃はだいたい30度から33度くらいが夏の最高気温で、夕方には夕立が来て涼しくなるみたいなパターンだった印象ですけど、最近は雨が降れば災害が起こりそうな雨で、太陽が出れば40度近くまで行っちゃいますからね。まったくじゃ、夜暑すぎるんじゃよ。僕にひげもあたりが。そうっすね、暑そうですね。大変なんじゃよ、このキャラを維持するのも。いや、仕事とはいえ大変ですね。そうなんじゃよ、エアコンをつけっぱなしでしか眠れんじゃろう。あんなに熱帯夜が続いたら。でもエアコンをつけっぱなしで寝ると体がだるくなって、そんな寝不足みたいな状態で運転や仕事をしても良いパフォーマンスは出せんしの。寝てて汗が出るというレベルではないですからね。寝てて熱中症になってしまうレベルの熱帯夜ですからね。まったく困ったもんじゃ。最近の夏は良かったわい、秋めいてきて。でも博士、秋は秋で忙しいですよね。地域の行事なども増えますし、お子様のいるご家庭でも運動会をはじめ、いろいろなイベントが目白押しです。もちろん収穫の秋でもありますから、食べ物もいろいろ旬を迎えますしね。そうじゃな、なんかいろいろがめんどくさいの。帰りにモンブランケーキでも買って帰ろうかの。今シーズンはサンマも食べておらんの。そうやって何かいつもと違うことをやって一区切りするのは私はいいことだと思いますね。そもそも今年なんてあと4ヶ月くらいですからね。あと4ヶ月くらいですからね。あと4ヶ月くらいですからね。秋なんて言っているうちにあっという間に年末ですからね。なんてこった。そうですね、そんな季節の変わり目の今だからこそ、車の点検と保険の確認はしておきたいものですね。まあそうじゃの。夏に浅間山が噴火したのも記憶に新しいところですが、自動車保険の車両保険って自然災害も対象になるんですよ。そうじゃったな。でも地震、噴火、津波は対象外だったような気がするんじゃが。その通りです。でも最近はそんな対象外だった地震、噴火、津波を対象とした特約も出始めています。ぜひチェックしておきたいところですね。とはいえ大規模なものではなければ車両保険で対応可能ということか。そうなんですね。台風により街路樹が折れて車に当たっただとか、洪水により車が浸水しただとか、大量の雪が降り屋根から落ちて車にぶつかっただとか、結構ありますよね。しかも相手は自然、車は直してくれんからの。全額自腹ということじゃ。そうですね、自然からお金の回収はできませんからね。やはり契約内容というのは忘れてしまうの。自分がどんな保証だったか忘れてしまった。やっぱりたまには確認しておきたいものですね。そうじゃな、夏に引き続き秋は行楽のシーズン。車は一年中使うにしても、季節の変わり目で車の使い方が変わる人も多いはず。夏の厳しい条件下で酷使したタイヤのチェックは特に重要じゃぞ。ひび割れや空気圧の低下はタイヤのバーストを招きかねないし、スリップサインが出ていなくてもゴムが硬くなっていれば交換を検討した方が良い。
唯一地面と接している車のパーツなんじゃから、ここは要注意じゃ。お、さすがメンテナンス研究所所長。スバルの車で豊かなカーライフをお客様に送ってもらうには、細かな情報と注意喚起を提供することが我々の使命と思っております。我々の取り扱う自動車保険も全く一緒です。だからこそ我々はスバル保険や富士スバル保険を提供しています。ああ、小林さん、季節の変わり目でネタがない中、我々はよく頑張ったと思うぞ。博士、同感です。もう終わりにしましょう。わかった、そうしよう。それでは皆さん、さようなら。